たすが置いてきた風は何だか涼しげどう僕の夜は見えた街角はいつでも一息切れてそれでも陽気なこの街いつでも音楽してるよ具合いい気持ちさえすぐに放ってみんなウキウキいい段々繰り出そう段々繰り出そう段々繰り出そう これがね、昨日撮った写真のうちの1枚なんですけど、まあ別に恥こそばらすの普通の写真なんだけど、黒つぶれしてるのね、全体に。で、例えば、なんだろう、このシャドウを上げてやると、まあ、黒つぶれが取れてある程度、その、なんていうか、階調が出るんだけど、階調が出るんだけど、なんかこうじゃなくねって気がする。この写真はさ、やっぱりさ、これでシルエットがそう黒つぶれしてたとしてもカラスのシルエットをさ、この写真は見せたいわけだからさ、つぶれてたとしてもこっちの方がそのいいんじゃないかなと思うわけよ。あのカラスそのものの、あの表現っていうかね、って言うなら、ほら毛の感じも、あの羽の感じも出てなきゃいけないんだろうけど、この写真で言いたいのはそれじゃなくて、カラスってかっこいいよなって言った時に、それシルエットがまるで猛禽みたいな迫力があってかっこいいよなってことを、この写真を多分一番言いたいんだろうかさ。長じゅこ毛の羽の感じなんか出すより出さない方がかえってメッセージが強いのかなと思うわけ。同じことで言えばさ、これ背景が全くないじゃないですか。芝生の、まあ、緑の芝生がただ緑なだけじゃないですか。これが望遠だからっつって、後ろにさ光源のリアリティがっつってさ、その家族連れが散歩してたりとかさ、駐車場の車がいっぱいだったりしたのが後ろに映ってたらさ、興ざめなんでさ、そんなものはいらないわけじゃん、カラスの写真なんだから。でそういう意味で言うならさ、これはカラスのこのシルエットなかなか勇ましいよなっていうことが言いたいわけだから、ここでは羽の感じのディティールは必要ないのかな。そういう意味では黒く潰れてるってのもすごい悪いことみたいに多分言うんだろうと思うけど、そう悪いもんでもないんじゃないのかなっていう気がしたっていうことなんですよね。同じような話なんだけど、これが初日カメラも初めて公園に撮り行った時に大判の写真なんですけど、これあのこれもさっきのもそうだし、これもあの調整してない撮って出しの写真なんですけど、こうなんて言うんだろう、大判の写真なんで、露出型っていうのかな、背景はもう池で完全に真っ白く飛んじゃってますけど、でもこの写真撮った時に俺家帰ってきてさ、これ見た時にガッツポーズよしと思ったわけ。こういう写真が撮りたかったんだよなっていう、多分こういう写真が撮りたかったんだよなってすごい思ったのね。でその時になんだろうな、こう全部書き切るより、なんと描いてない描いてない部分を想像させる絵の方がより優れてるような気がするわけよ。でそう思った時にあんまりこう、まあ野鳥写真として考えた時はあの全然ねディティールが出てないんで、多分写真誰が見たらあんまり評価はしないと思うのね。でもやっぱりこっちの方がいい写真だと思うんだ。これ拡大してさ、これ羽の感じが出てもまあただの大判の写真なんだけど、こうなるとなんかちょっと違う趣のある写真っていうかね、まあになるんじゃないかなと思って、すごくこれ気に入ってるんで、そのこの、ま、真っ白く飛んでるし、ま、羽もまあ黒く潰れてますけど、これこういう方向で別に潰れ白飛びとか黒潰れとか別に全然気にしないで、その辺はあんまり気にしてない。こういう写真どんどん
ていけたらなと思ってるんですよ。だからそんな写真もたくさん